岩倉光美、15歳。今日から東京の高校生です。予感がするの。今日はきっと完璧な一日になる。歌得意だったり？なんも。あ、今の方言？私みたいなタイプ苦手なら、今日無理に話しかけなくていいから。私のことダサいとか思ってんだろうなって考えたら萎縮しちゃうんだもん。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃない？その方がきっと楽しいよ。もちろん全校生徒26名の長だったよ。人の心って分かりません。だから少しずつ